共作しようと瞬間バイネリーのがいいかな、ね、ちょっと長い時間やってると骨が詰まってもういられなくなるぐらい辛いんですね、うん、で横になると楽なんですね、うん、だから横になる時間が4時間とか5時間が続くとダメですね、痛くて。だから今日みたいになんかすごく体調悪くなって横になってますけどね。はるこさんは他の日におやりなんですか？昨日来られました。あ、そうですか、ね、昨日はあのもう一人のお友達も。そうですね、そうですね、はいはい、何時から何時ですか？ですね、11時半ですね。あ、午前中です。あ、なるほどね。で、あの2人なんでお昼頃までやって順番に。そうですか。そうですね、男子って書いてます。で、先生もご主人ですか？いや、自分は別で、はい、はい、あのもういた時にはもう皆さん帰られてたんで。なんかね、あの卓球同好会やりたいなんて言ってたんで、じゃあね、やればみんなあの卓球が好きな人が集まってくるから楽しくなりますよって話をね、してた。そうですよね。卓球はね、あのお好きでいらっしゃるから、あの春子さんね、それ春子さん好きなんですね。だからあの若さは保ってるんですね。あれ86歳かな、言ってました。見えないですもんね。やっぱりなんか今まで、あの、やっぱりあの楽しんでこなかったから、あのもういいだろうってことで、なんかもうこれからの人生楽しむんだってね、もう十分ですよ、本当に。ね、もうね、あの86歳にして、あの背中も曲がってないし、そうですよね。もう素晴らしい若さですよね。やっぱりね、目が生き生きしてますもんね。私ね、春子さんみたいになりたいと思ってね、だけど、仕事がね、まだまだ忙しくって、ねえ、ちょっとついあの無理しちゃうんですけど、今日もずっとね、あの選挙の手箱で会社を休暇してずっと手伝ってたんですけどね、あの歯がちょっと治療11時半に行って、そしたらあのちょっといじられちゃって、麻酔が切れたら痛いですね。もう痛いのと頭が痛くて、もう大丈夫？いや、もう大丈夫、寝たんですよ。12時、1時、1時半から寝たのかな、で3時、4時まで3時半で2時間かそこら寝たらもうすっきりしましたね。もう気分の悪いのが取れたんですけど、麻酔は切れかけが一番痛いですよね。もう痛いのと頭が痛いのと頭痛持ちなんで、もうね、それとね、あの先生に今日あのお願いしようと思ったんですけど、もう食欲があってしょうがないんですけど、食欲が、そうだから、あの元々が貧乏人育ちで、あの健康のためにはちゃんとしたものをね、いいものを食べなきゃいけないってなってたからって、ね、果物とか野菜とかもう、あの肉も食べなきゃいけないと思って、毎日肉ばっかりしてたらね、アレルギー、あの、かゆくなっちゃった。だからやっぱりね、そう、私はね、魚で育ってるので、タンパク質はやっぱり魚だったんです。今日ですね、今日のお昼、魚屋さんでランチ食べたんですけどね、魚の、いや、今それでいいと思いますね。もう、だけどね、その後ね、バナナを食べるわ、の自分で焼いたパンは食べるわ、なんかね、ずっとお腹いっぱいにし、お腹いっぱいになるの。そのまま食べて、そうしたらもう眠くなっちゃって、もうあの寝ちゃって、でもね、あの寝たら腰がすっごく楽になるんです。あんまりね、白いもの食べない方がいいですよ。白いものっていうのは？あ、だからあのお米とかパンとか、あ、炭水化物、そうそうそう、あのバナナだって白いですからね、あれね。あんまりね、ああいう、あの糖質が高いんで、あれ食べ過ぎるとね、やっぱ体に良くないんですよ。あ、で全く食べるなってわけじゃないんですよ、あのバランスよく。そうですね、だからあのその炭水化物は控えめにしてます、
定食でもご飯は必ず半分ぐらい、少なめのみたいですね。白いのね、忘れたんだろうな、あの、なんていうかしら、炭水化物、タンパク、そういう栄養素の名前で覚えてますから、白いものって言うんですね。で、赤いものはお肉ですか？赤いものは、赤いものだからトマトとか赤いものとかのオレンジ色のものって、だからビタカロチンが含まれてるやつ。あ、うん、あ、お野菜の。そう、ああいうのはビタミンがいっぱい含まれてるから、ああいうの結構とっても大事です。世界が、なんていうかしら、松井さんが栄養士の仕事してきたじゃないですか。そして今白いものって言われてハッと思ったんですけど、そういう言い方があるんだなと思ったんですけど、あとはどういう言い方ですか？だから塩とか砂糖とか一緒に。あ、塩、砂糖。そう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 。だから精製されてるやつとかもダメですよね。ダメですよね。うん、あの、カラと調味料もダメですし。そう。味の素なんてね、持ってなかったですよね。でも持ってなかったですよね。でも味の素工場ってちょっとね、あの、工場見学とか、個人会でやった時は、もう本当にこう、精製、その味の素のグルタミン酸、ですか、そうなる良さとかね、言ってましたけどね、あのやっぱり生成される分、あの、まあ、あれで良くなるんでしょうね、体ってね。ね、グルタミン酸ソーダ取らなきゃいけないし、あの、かつお節とかそういうのにもね、いっぱい入ってるけど、それとまた違いますもんね。なるべくね、やっぱり人の手が変わってない方がいいんですよ、本当はね。そうですよね、そのままが自然に酵素が入って、生きた酵素で食べられるし。そうですね、もうね、海のものだか今のものだかわかんないものだから、あんま食わない方がいいんですよ。あー、本当はね。そうですね。あの、先生、スマートでいらっしゃるんですけど、その食事はどういうもの召し上がってるんですか？あとね、ツナと納豆ですね。ツナ缶詰。あの、知ってます、納豆の食べ方で、あの、ネバネバがすごく大変じゃないですか、土が汚れて腐って。ああ、そうですね。それは、あのね、いろんな調理法があって、ちょっとお酢入れると、かくまると、あの、こう、ネバリがね、あの、プツンプツンと切れるんですよ。あらまあ。それでね、今度はヨーグルトを入れると、あの、やっぱりネバリが、あの、ポタッと落ちて、それでとっても美味しい、子供も大好きなんですって。で、そういう食べ方、いろんな食べ方をね、あの、ガッテンの、あの、テレビ番組でやってました。あの方、なんて言うんですか？篠介さんでしたっけ？篠介さん。ああ、面白いよね、あの人ね。あ、落語家ですよね。あ、落語家ですか？落語家です。落語家というのは頭いいよね。あんだけの落語を覚えるんですもんね。頭いいんですよね。頭いいんですね。もう頭のいい人と性格のいい人が好き。それそれ年になるとね、もうあの今あの柴崎みきおのあのテレアポでずっと入ってるんですけども、でその応援団が古くからいる人、なんか母子的な存在、女性人いるんですよ。もうあの、そうですね、私も昨日帰り、8時ぐらいまで、9時過ぎちゃったかな、本当は、7時から8時半で終わったんですけど、10時ぐらいになっちゃったのかな、椅子の片付けからなんかね。それでその受付だったんです、私ね。でもあの途中あの大学生が、早稲田大学生が4人お手伝いに来たんで、みんなその4人もあの若手の美人さんも全部受付にさせて、私たち古株はスリッパとか案内役に回ったんですね。あ、それでそのボス的存在のあの応援団の婦人部の人が指図すんのよね。あ、この茶色のスリッパが先に出さなきゃいけないとかね。もう並べ方が悪いとかさ、イライラすんだよねとか言うのね。あのこう新しく手伝ってる人のことをね、本当に頭きちゃいますよね。
ここでね、私が最終的には風邪って253名来たんですよ、昨日ね。ああ、そうですね。で、その、もう、ああいう、友禅もやったことあるし、梅津城もやったことあるし、もう経験が私長いんですよ、そういう選挙もね。で、どこに行っても、あの、金、金勘定で、早いんですよ。来た人も、10人ずつ、ずっと、途中ずつ食べれて、あの、風邪行ってたんですね。そしたら、私も、その風邪にも当たりして、あの、スリッパの係やってよとかね、案内してよって、わざわざ私のこと言うの。あの、もう最終的に3人ぐらい、あの、上っぱり赤いのね、柴田君さんの、あの、トレードマークのついた、あの、ユニフォーム着てやってるんだから、で、あの、少ないかも考えたら、お客さんね、桜でみんな着替えて、中に入ってくださいっていうことで、その目的どんだの藤森さんが、あの、ジュニーが中に入ったりですね、中に椅子に座ったんですよ。私と、その、3人ぐらいね、あの、まあ、ずっと来て、しばらくしたのを来たのにね、やってたんですよ。そういうのがわざわざ私。私も、近く4年前からですからね、来て、あの、応援してるの、あるから。長いですよ、4年ね。十分ですよ。もう、ほんと、そうしたらさ、いや、その人なんかは、柴田さんが、区議になる前から15、16年、もっと前からの知り合いみたいなんですよ。だからもうね、80近いんだな。でかい顔して、派手な格好してね、いるんですよ、そういう人が。それでね、終わった後に、おいしく食べるんだから、あの私、詳しいもんですから、食事、10時頃でして終わったのが、食事しようっていうことになって、じゃあ、質問してみしますなって言って、この日、おいしくこう、知らないのね、みんな席まで飲んでしまってたけど、で、魚屋さんがおいしいですよって言って、そこに、じゃあ、片岡さん、銭湯に行って、インターナーしてよって言って、それで、電話なしたら8人で行ったんですね。で、7席しか空いてなくて、じゃあ、7席に行ったら、バラバラのいいじゃない、入ろうってことで、で、そのボス、テレビ存在なんか、外に待ってたんです。じゃあ、私ともう、クロちゃんって人はね、足が悪いから中に座るって言って、下に座ってたの。そしたら、あの、どうぞ中にみんな入っていいんだよ、バラバラに座ろう。7人は席あるけど、1つないから、じゃあ2人だけ別に座って、っていうことになって、座ったんですけどね、そしたらね、あの、ボス的な現在の人のところに、その、メールが来たと。で、私たちとクロちゃんと私たち2人こっちで、の3人が、あの、なんていうの、中を、まあ、みたいにして座って、ボス的に現在の真ん中に座っておりね、もう2人は、柴崎さんの妹と、またうるさいやつが来るのね、もう1人2人で、若くてうるさくて、ウルキュアさんらしいけど、女なんですけどね。まあ、そうですね。うん。そしたら、その女の人が、元ハさんっていう人らしいんだけど、あの、片岡さんに、あの、柴崎さんのことを言わないようにっていうね、メールがそのボスの女の人に来てるって。ね、その、言われ、なんていうか、自分は偉いんだっていう感覚があって、みんなに殺人する人が思ってるよって思った。その妹さんと一緒にベッドに椅子に座った人なんだけどね、その人からボス的なロンダーの女性にあのメールが来て、そのメールを私に見せられたらね、新しいのコーチにメールが来るっていうのを読んだらね、柴崎さんのことを口にしないように片岡さんに言ってるってことされて見ますよ。そんなの見やすい見やすいないじゃないね。それもこう、あれなんていうの、うん、あげてるんですか。そうですね。ぶん回しては邪魔くさいなって、お客さんがね、外頭に付いてね、この人をたまたま知ってる人がいて、話し込んでいたら、あいつなんだよ、一日ちょっと、子供なら犬に回しちゃって、終わってからですよね、島崎さんの後ろばっかりくっついて歩いてるとかね、自転車から降りろよって言っておいてかとかって言われてるわけ。そういう人がいるんですよね。でも、もうそういうのをこちらって言いたくないし、やめようと思って。なんかね、そういうの
ってやりたい犬じゃないですかね、そういうこと言いたい人がね、目立ちたい、うん、あと自分を認めてもらいたいですよね。そうそうそう、自分を認めてもらいたい、うん、そうです、ちっちゃい、もう私はここへ年になるとね、やっと体が動いてるから、もうあまりね、こう入りたくないのね、うん、そういう嫌な焼き物のところには疲れちゃうんですね、余計なことですよ。そう、で、そういうのは私慣れてるから、みんな頼ってね、電話して、ちょっとやってほしいとか、ほんで、あの、受付に行ってる人でも、片方で今何に来てるとかね、いろいろ聞かれるのね、だからやっぱり、そういう面で、きちっと片方最大によく働く人いないよね、よく動けるね、って言ってくださる人が結構いるからね、また、やるからいない、そういうの慣れてるから、テキパキとやるじゃないですか。そういう嫉妬かなと思ったりした、うん、あ, あんまり知らない人なのよ、その中あの本橋さんにメールを送った人はボスに、やっぱね、目障りなんですよ、嫉妬、そうそう、私が目障りなのよ、ね、あと自分のことはね、立場を脅かすような、そうそうそう、鬱陶しい存在なの、うん、そうなの、よく言えると思ったけど、よく考えたら私に嫉妬してるわけ、みんな私の方にこういろいろ聞きに来たり、やっぱね、そういうね、自分よりね、目立ったりね、仕事ができそうな人はやっぱ潰しにかかります、出る杭がね、打たれますからね、そうそう、出る杭は打たれる、そう、出る杭は打たれる、だから、もう何にもなんないんだから、出ないのねえ、お金が儲かるわけじゃないしさ、そんなバカね、そんなバカね、だから一時、あの介護とそういうのはね、金ばっかり取るからね、いかなかったんですよ、それが何でこんなのかとかと、ね、あの仲間っていうか、そのね、あの一緒にあの応援してる受付だったり、そういう感じでしたり、する仲間ですけど、うん、ね、どこの世界に、ね、いるんじゃない、やっぱり、ね、一箇所に一人だよ、だからもう私なんかさ、そんなにお金もないし名誉も何にもないから、失うもの何にもないわけ、うん、だからもうなんていうの、好きなことをやって面倒くさいことはもうやらないで、面倒、ね、くさいとこになっちゃう、どんどん パスパスよ、ましてやそこでね、そこでね、生きていくわけでもないし、うん、そうそうそう、関係ないから、うん、そこでね、ほら、例えばね、あの就職したばっかりでね、これからお世話にならなきゃいけないってなったらね、そうそう、一生懸命ね、なんか戦うなりね、そう、聞くけどさ、ね、聞く義理も何にもない、うん、もう顔見ただけで、そうそうそう、ね、通りすがりにね、そうそう、あのなんか後ろから自転車ぶつけられたようなもんですもんね、そう気をつけないで、うん、通り魔で、通り魔、完全に事故ですよ、それ、うん、ねこれでね、ある人が言うにはね、あいつはさ、よく知ってんだよね、いろんなことをって、自分はよっぽど頭がいいと思ってるんだよって、まあ、若い人、背が高くてね、あの、言いたいことを言ってる人みたいですよね、仲間の中でもね、うん、だから、私はね、誰だってね、後から来て、4年前から来て、ね、やっぱり、こうやってみんなにいろいろ、あのなんていうの、頼られてるから、ね、うん、難しかったね、ほっとけ、まあ、ほっとけないですけどね、向こうがちょっかいですけどね、そうそう、だから一口ガンって言って、うん、あんたにいるとこには絶対行かないって言ってね、うん、ガンって言って、ね、人に迷惑かけないようにいらなさいって言って、うん、言うことだけ言わないとね、バカされるとかね、なめられる、こっちの方がよっぽど人生的に先輩なんですよ、倍の年齢なんです、え、うん、私ね、春子さんだけすっごい尊敬してるの、だから春子さんに言うこと何でも聞くのいや、うん、歌のオーケストラとかね、人集めしてとかいろいろ言われるんですけど、はいはいって、ね、やっぱお話ししててね、やっぱお人柄が ね、やっぱ分かりますよね、そう、うん、そういう方はね、やっぱりね、人の役に立つ方だし、本当にね、
なんかね、苦労してね、なんかいろいろとね、経験されてるの分かりますよね。そう、分かります。うん、人のね、苦労が分かるし、とってもいいですよ、私には、あの、はるこちゃん。ただ、ね、私もね、もう第一線から乗って、あのそんなにお金がないけど、やっぱり今までのいろんな職業、うん、いろんなあの勉強したあれで、ね、いろいろ頼られてるところもあるし、もう大事なお友達ですね、はるこちゃん。うん、いや、なんつってもね、やっぱり一緒にお話ししててね、やっぱこう、ね、いい感じですよね、やっぱり。そうですね。うん、なんかね、人の悪口言ったりとか、そうですね。そうですね。なんかマイナスのこと言わないですよね。やっぱりね、本当にね、ああいう方って大事ですよね。なんか大事なんじゃない？なんか一緒にいて、自分も良くなるような気がするじゃないですか。ね。ね、やっぱりね、そういう人のところにね、いればね、自分もそういう人になれますよ。から人生を楽しもうってんですからね。素晴らしいですよね。いやいや、76歳から人生楽しもう、あのテレビでインタビューされてってね、あの沖縄でインタビューされているおばあちゃんが、やはり80代のおばあちゃんがね、あのおばあちゃんそんなにね、あのなんでそんなに一生懸命働いてるんですかって言われて、老後のためだって今の老後じゃないかって言いたい。まだまだ現役なんですよね。そうだから、ね、本当に素晴らしいですよね。うん、元気ですもんね、沖縄の人たちってね。気の持ちようですよ、やっぱり。そうですね。私もね、あの年齢はあまり人に言わないようにしてるんですけど、この70になってすごく体の衰え、ね、感じるんですよね。だけどやっぱりね、あの人の苦しみ、人のね、喜んでもらえることをするっていうことが、すごくあの大事っていうね、自分の、喜びでもあるのね、人を喜んでもらえる。情けは必要のためならずって言うじゃないですか。結局自分に回ってきますもんね。そうですよね。あ、情けは人のためにならず。そう、人のためならず。だから、あの人のために情けをしてるようだけど、でも結局自分にそれが返ってくるってことですよね。あ、なるほどね。人に情けをかけてあげると、自分を困った時に人がね、それを助けてくれる。そうですね。本当ですよね。持ちつ持たれつってことですよ。そうですよ。でもね、あの春子さんじゃないけど、本当に今私もね、春子さんみたいにもう何人子供たちもみんな大学卒業させて、全員が全員結婚もして、全員が全員子供もいて、5人孫がいてね、本当にもう自由なんですよ、私も。ただお金がない、そんな収入がないですから。まあでもね、でもね、本当にね、幸せ感を感じますね、近頃。ね、まだね、ちょっと体がね、あの調子の悪い時ありますけど、でもこうやってあの五体満足、外に歩けて、こうやってマッサージ受けてるんですか。ね、優秀な先生にもらって、いや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 、これも全部は春子さんのお導きですもんね、引き合わせ。そうですよね。やっぱりね、そういういい、あの人にはなんかそういう同じような波長の人がね、集まってくるんでね。先生ね、腰が今日はすごく楽なんですけど、一番腰が辛いです。あの歩けなくなるのね、腰がね、普段。だから、睡眠不足をしないようには気をつけてますけど、やっぱりどうしても、あの腰、仕事で、勉強で、睡眠不足になってるので、もう腰さえ丈夫だったらいいなぁ。8時間ぐらい授業を受けるときあるんですよ。もうね、座るってずっといるのがすごい辛いときありますね。おー、どんこいった。ちょっとね、今日腰って的にやりましょう。ちょっと、はい、あの、ゴロゴロ言うのは良くないわけですよね。まあまあまあ、でもね、そのね、死にはしないですね、大丈夫です。
ちょっと調子が狂ってるぐらい。あ、先生、死んだら大変じゃないですか。全然もうね、あの生きてるだけ丸儲けですよ。そう思いますね。ね、お金がない、お金がないって言っても、もう生きてりゃどうにかならないですか、お金なんて。そう、でこうやってね、いい先生にまさに受けられるじゃないですか。いや、本当に私、幸せですよ。あのね、運転免許の講師があったんですよ。こっちもありますよ。更新があった、それでね、私もほとんど運転しないし、何十年も運転しなくてゴールドなんですけど、でも証明書は欲しいです。運転免許証の証明書、ね、あの海外旅行ですっごくね楽なんです。そうですね、あの写真がついてるんですね、だからその証明書だけでいいんですけどって言って、警察に、ね、じゃ教習所であのそう言ってください、あの運転する前に言ってくださいって言われて、でもそれはあの差別じゃなくて期間がなかったんで府中の方に行ってくださいって。あ、府中に行ったら何と話し1時間ぐらいで終わりました。よかったじゃないですか。書類を書き換えるだけ、書くだけ、それでちゃんとねすぐ免許証もらいました。よかったじゃないですか、うん、そっからまた半日ぐらいまで座るからね、病院みたいにね。聞いたんです、その警察に最初行った時に近くの警察でもできたのにって言われたから、いや、こういうのってあの近くの警察の方に言ったんですけども、こちらの方に行ってくださいって言われたんですけど、何でかしらね、だからあの警察ではその免許証を発行するまでに3週間から1ヶ月かかるんですよ。だからそっちだったら早い、あのね、早くね、府中だったら早いからでしょうって言われて、うん、でも、ね、見せてよかったですよ。届くまでね、何もできないですもんね、警察もね、だから親切に言ってくれたんでしょうね、きっとね。そうですね、ない間にね、困っちゃいますね、でも本当にいろんなことってありますね。だから面白いんですよね、終わってみれば。やってるときは大変ですけどね。いや、今一番の悩みは太ってる。そしたらね、やっぱりね、あれですよ、少しね、あの生活環境を少しずつね、変えていくしかないです。どうやって変えていくかっていうのがね、やっぱりそれぞれなんですけどね。そうですね、だからね、本当に意地汚い目の前まですぐ食べちゃうね。もらったら多分すぐ食べちゃう。あ、でもね、あれね、あのちょっとね、あれですよ、一回考えた方がいい。そうです、そうです。いつもそういうもの、あ、口にハイコ入れてくる、どうしてこう自分は怪しいのかなと思いながら、一回あれです、仏壇にあげた方がいいで考えて。そうですね、いや、社長に言ったらこの間もね、社長もすごく太ってらっしゃるわけ。それでね、社長が美味しいもの、あ、片岡さんほら、これ美味しいよって大学持っていらっしゃるのね、で、すぐ、あ、美味しそうって言ってかぶりついたの。かぶりついてから、あ、いけないと思って、もう、社長私すぐね、いただいたら食べちゃう、その、あの癒しさと、その、すぐ口の中に入れちゃう、それで太っちゃうんですよねって話したら、いや、そういう人がいいんだよって言ってね、あ、よく考えたら社長も太ってるじゃない。だから仲間だからいいんですよね。ね、自分だけやっぱり置いてかれたくないから。でも、ね、本当にね、痩せたらね、どこに行っても私も脳梗塞の赤ちゃんがこういるから、あの田中の無心理とは行っても痩せなさい、それであの内科の方に行っても痩せなさい、どこに行っても人間ドックの健康診断でも、あの肥満 の口ね、あのまだ肥満で仲間 の入り口に入っているらしいですよ。だから食事制限使って、で、じゃあ今度はちょっとあの一回ね、起き上がってもらって、
ちょっと今立ってもらって、はい、腰の調子どうかどうかちょっと見てみましょうか。あんまり良さそうじゃなさそうですね。どの辺が痛いですか。この辺がね。ああ、やっぱそこか。この座骨から。そうしたら、ちょっと前の一回やってからもう一回やりますかね。あの座ってやるやつ。座って、はい。前に上がるやつ。はい。そうですね。あれね、もうこれだけ揉んでやっぱり痛いっていうのは。ちょっとね、やっぱね、問題もないなありますね。はい、じゃあ、まあ、ゆっくり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 、はい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 。はい、戻して。引っかかった。あのね、以前、あの、10年ぐらい前に、五反田の整体のところに、1時間5000円で紹介されていたところが、ちょっとゆっくり前に行ってください。あのお部屋でね、最初整体、はい、ゆっくり戻して、ちょっと立ち上がってみてください。どうですか。あ、いいですね。やっぱこれが一番効くんですかね。そうですね。あ、そうですね。そこのね、こうお尻をこうやって足を引っ張るんですよね。うん、それがすっごく良かったですね。足を引っ張る。うん、足を、ね、引っ張るんです。要するに腰を、だから実はや。狭いじゃないですか、それがほとんどの人がそうなんですかね。そういう治療をやったことありますね。そう、 今ちょっと伸ばしたんですよ。だからやっぱり引っ張るとかそういうのと同じなんですね。そうですね、それがいいみたいな。わかりました。いいですね。そう、今体の調子良くなりました。良くなりました。じゃあね、ごめんなさい、私汚したんで。うん、違う違う、これから今日ね、だからタオル持ってきて、なんで下に置いてきちゃった。じゃあ仰向けで、はい、今度上に寝てください。じゃあちょっとね、それやりましょうか。すいません、ちょっと動きが軽くなりましたもんね、今ね。今良くなりました。こう伸ばしたら、うん、じゃあコツコツ、そうだからこうやってね、あの伸ばしてくださったんですよね。今それでやりますから。もう分かりました。やっぱり狭窄症だから伸ばさなきゃダメなんですよね。4回いきます。全部で5回いきます。
強く疲れたら腰がなんかすごくいい感じ。いい感じました。こっちも行きましょう。これ大丈夫ですか。大きいね。硬いですね。こっちも大丈夫。あの擦るの効きますね。あれですごく軽くなりましたね。ああいうね、両方があるんですよ、技が。いろいろね、見てるとね、ああいう変わったのがあるんですよ。あれ、学校で教えてくんないんですよ。そうでしょうね。このね、揺すって引っ張るっていうのがね、ほら、あのワインのコルクを抜くみたいな感じで、あの硬いのをね、緩めるんですよ。ああ、いいですね。こういう感じ。先生、こっちのところの、あの、捻挫でよくやったところが痛いですね。ここですか。関節、そう、うん、関節が。これなら大丈夫です。あ、これはいい。すごく腰が、あのね、すっごくいいです先生。なぜかというと、私あのお腹の下からが癒着してるみたいな。それも引っ張られます。そう、すごくいい感じで、お腹ゆらゆらして。いいです、しなってますね。こういうのもあるんですよ。ただ普通のとこだとね、これね、ほら、遊んでるみたいに見られちゃうんですから。いや、すごい効きますね。ね、金魚みたいなね、金魚のあれ、金魚、そう気になります。そう、金魚の、一緒に弱いから、くらいになって。よいしょ、もう一回じゃあこれ、ぐーっとやって。で、ちょっとお腹こっち乗っけちゃっていいですか。はい、お願いします。よいしょ。あー、気持ちいいもの。ねえ。これはどうかな、どうですか。これはそんなでもないですか。ああ、いやいや、すごくいいです。これはね、こうやって膝を抱えて、こういうやり方もあるんですよ。ああ、もう芯までね、入れる。そう。ねえ。俺もやろう、久しぶり。先生、さっきのこう、膝をこうやって譲いだのが一番いいですね。これですか。そう。これね、体をこうやってぐーっと乗っけるからね、圧が違うんですよ。これに、すごく効きます。この背中のね、あの、骨が疲れ痛いっていうのが取れそう。本当ですか。いいですね。いや、これです。なんか続けましょうか。もう3回ぐらい。もうだんだん曲がっていきますね。
骨まで響きますよ。なあ、よかった。本当のこれね、イメージはね、本当にあのお腹に向けてね、こうやるんですよ。ちょっとまたゆっくりに起き上がってみてください、はい、あの腰の調子を、はいはい、おお、さっきより動きが軽い。ああ、起き、あ、コロッと起き上がりました今ね。ああ、あらあらら、すごい楽です。はい、さっきね、ほらもうこうやってなった、こうやって、そうです、こうだけだったのに、今もういやー、これ辺がね、痒くなりました。ああ、じゃあちょっと血行良くなったんですね。血行良くなったんですね。早すかね、なんか血が詰まってたんですよ。あのね、たぶんね、揉むとかじゃないの、ね、血管の流れを詰まってる流れ伸ばしてあげるってことがいい。そうですね、その方が全然いいみたいな。じゃあ今度から来たら、あのまず座っていただいて、最初に慣れやって、で仰向けに寝て、でこうやって、そうですね、うん、そうですね、で、あとほら肩とか首とかやればいいじゃないですか。そうですね、ほら、うん、もう全然ね、動きがね、違う、全然楽、本当に、その疲れたっていう感じが抜けました。あらまあ、もうね、すっごく凝ってて、あのなんか疲れたような痛さ、不思議だ、ね、すごく楽になりました。最初20分ぐらい腰をあんだけ揉んでも、こんなんだったのに、これやってこれやってもうこんなんなって、で顔も明るくなってた、びっくりやね。体の中で血流が流れてる感じです。こうやってて楽立ってます。さっき立てないぐらい辛かった。じゃあもっとゆすりますか、とりあえず。すいません、どうぞ。まだ全然時間がね、まだ全然時間とね、あの13分、5分ぐらいあるんで。嬉しい、ね、じゃあ、ゆすってください。ゆすります。ここ伸ばしてください、背中の骨を。あんまり下やるとですね、膝が、あの足首痛くなるんですよね。足首がね、何回も捻挫してると膝痛い。分かります。今は痛くないですよ、うん、そこは痛くないです。これね、あの下引っ張るとね、足首も引っ張っちゃうんでね、そうそう、そういうね、捻挫がね、再発する可能性があるんですよ。ああ、本当にね、こう癒着されてる部分がなんかすごくいいです、うん、いや、詰まってた血液が流れ出して感じこれね、いいんですよね、本当に、うん、いいですね。こういう機会があったら3万円だったら買うでしょ、ね、あのね、金魚運動のあれはこちょ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 横と揺れるんですでしょ。でもこれはね、もっとね、いや、照れないと無理ですよ、こう、ね、照れないと無理だと思う、こういう機会は危なくて。そうそうそう、いきますよ。体がね、どん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 ね、柔らかくなってくるのが分かりますよ。すごいすごい。いやー、私も分かります。楽になりますね。で、今度こうして、そしてまた組んで、はい、今度こっち側にね、これもいいですね。これもすごくいい。その男の痛さがね、かゆい痛いって感じになりました。これ詰まってたんですね。そうです、詰まってたんですよ。揉むんじゃ取れない詰まりですね、これね。そうですね、嬉しい。なんかね、声のね、トーンがね、変わっちゃいましたね、表情も、もう、これあの、ね、明るくなっちゃって、さっきは全然。よかった。で、来た時は、まああの、まあ、パソコンが分かったからよかったけど、なんかまだね、調子が悪いなっていう顔をされてたんですけど、今もうなんか、もうニコ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 。あのさっきね、いろいろ揉んでくださった後がね、すごい辛かったの、ね、逆に、うん、なんかね、揉むんじゃダメですね。ダメですね、もうこういう感じですよね、やっぱ人それぞれなんだな、で、ちょっと待ってくださいね。これでね、一回ね、力を、ね、脱力させた方がいいです。
これであちこちに痒くなりました。血液がどん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 流れてきます。わかりました。もう今度からこれでいきましょう。物はもう肩ぐらいにしましょう。もうはい、そうですね、肩とか腰はね、物のようにしましょう。首とかね、うん、ダメなのはダメなんですよ。ね、ほんま。見てきますよ、ほんま。はい、ぐー。あらららら、すごい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 。もう、ね、くついちゃいます。はい、もう一回言います。はい、ぐー。よいしょ。すごいっすね。すごいですね。これね、足の付け根が楽になる。足の付け根が楽になりながら、少しね、膝の裏も大丈夫ですか？ちょっとね、膝の裏もね、むくみが強いんでね。そしたら今度これをね、ぐわー。これ大丈夫ですか？全然気持ちいいですか？よし。気持ちいいです。もう一回いきますね。ぐわー。うわ、柔らかいですね。嬉しい。だってもうほらね、膝が胸にくっつきそうですもん。ね。全然気持ちいいです。もう立っていられなかったからね、自分があるみたいな。寝てたらちょっとね、良くなるんですけど。伸びるんですかね。どうですか？大丈夫ですか？膝の関節が広がるんですよ。あとは太ももをたくさん揉んであげて、あ、楽になったわ。いや、わかりますもん、体はね、喜んでるの。大丈夫ですか？大丈夫です。膝抱えてるやつの方が一番効きます。はい、じゃあちょっとやりますか。引っ張られないようにしないとね。これえ、これ一番いい。これ一番効きます、引っ張り、あの腰がね、浮きますか？腰が、そうそうそう、これがね、すっごくいい気持ち。腰の中、うん、腰
腰とお腹が痛かったんだから。ああ、一番いい子や、私の最高の治療薬だわ。ではちょっとゆっくりもう一回起き上がってみましょうか。ここまで今度打ってみよう。ああ今ね、ほら手を、あら、お、早い起き上がるの早い、ね、飛び降りました、今全然もうこれさっきね、ここ痛いのは手を押さえてたから。あ、もともとね、痛いんです、こことここ。あ、じゃあちょっとやりましょうか、今。そうですか、ね、あのね、洗濯バサミが出てくる。はい、わかりました。うわー、すごいすごいですよ、もう楽、全然楽。あらまあ、全然楽。いや、さっきまでこうやってこうやってこうやってそうさっきつらかったんですよ。全然違うんですね。やり方一つでね、全然違っちゃうんですね、やっぱり人の体って。そう、そうですね。やっぱ押しダメなら引いてみたいね。そう、ここ広めない、そこね、押しダメ、うん、押しダメです。ね、本当に引いてみたらよかったって。ありがとうございます。はい、じゃあ手腕いきましょうか。そうです。じゃあ仰向けで。はい、仰向けでいいです。はい、いいです、いいです。